とヨハネの手紙。子たちよ、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が悪いものに打ち勝ったからである。子供たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が御父を知っているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が強く、神の言葉があなた方のうちにいつもあり、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。世も世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば、御父への愛はその人のうちにありません。なぜなら、すべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは御父から出ないで世から出るからです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし神の御心を行う人は永遠に生き続けます。神の御言葉。捧げ物を携えて中庭に入り、神の名を褒めたたえよ。洞窟の果てまで、すべてのものが神の救いを見た。聖なるものが現れるとき、神を拝め、世界を神を恐れよ。神は来られる、世界を裁きに来られる。正義と誠をもって、すべての民を裁かれる。地の果てまで、すべてのものが神の救いを見た。ハレルヤ、ハレルヤ。偉大な光が今日地上に下り、聖なるこの日は私たちを照らした。
諸国の民は来て主を礼拝せよ。ハレルヤ、ハレルヤ。また、アシェル族のファヌエルの娘に、アナという女預言者がいた。非常に年をとっていて、若い時、年入れから7年間弟と共に暮らしたが、夫に死に別れ、84歳になっていた。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして、夜も昼も神に伝えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、イルサレムの救いを待ち望んでいる人々、皆に幼子のことを話した。親子は主の律法で定められたことを皆終えたのに、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。主の御言葉、キリストに賛美。Thank you.
I love you, sweetheart.